はい、どうもトラキチの無課金覇王ロード阪神重戦編です。今日でログインが、1332日目ですね。はい、現在2023年2月8日の15時20分なんですけども、今回まずお知らせの方ですね、ちょっとご覧いただきたいなと思うんですけども、お知らせ、選手追加でベストナイン&タイトルホルダー第3弾来ましたね。はい、連続で来ましたね。阪神は近本選手来てます。はい、まあ、近本選手ね、僕ちょっとシリーズ2もまだ持ってないんでね、もうぜひここで欲しいなと思ってます。はい、まあガチャはねしませんけども、累計の方で、今回イベントがですね、プロスピパークで、で累計でね、Sランクベストナインタイトルホルダー契約書第3弾ありますんでね、まあ、これでぜひもう出てほしいなと思ってます。まあ、阪神今回、青柳選手、湯浅選手、中野選手出ましたけどね、まあ、1人も取れてませんので、まあ、ぜひここでねラストチャンスということで取りたいなと思ってます。取れればなと思ってます。はい、じゃあと選手追加通常でもありまして、S ランクが野手 A ランクが先発ということで、阪神 S ランクは坂本選手でしたね、キャッチャーですね。はい、まあ、A ランクもねもう実装されてるんですけど、僕は A ランク3枚持ってたかなっていう感じですね。はい、で A ランクが、伊藤選手来ましたね。はい、そのプロスピパークなんですけども、一応ね報酬の方、ざっとですけども見ときたいなと思うんですけども、まあ、こういう感じですね。まあ、1回やったんですけども、まあ、特訓コーチゴールド契約書ありまして、でそうですね、 A ランク契約書、 A ランク特訓コーチで、A ランクチーム契約書あって、一番下にね S ランク&ベストナイン、 S ランクベストナイン&タイトルホルダー契約書第3弾、これありますんでね、まあ、これでぜひ近本選手出てほしいなと思ってます。はい、まあ、プロスピパークなんでね、若干オーバーラン多分すると思うんですけども、まあ、なるべくねもちろんエナジーを抑えてね、エナジーあんまり使わずに増やしながらいきたいなと思ってるんですけども、まあ、ランダムボックスの方で A ランク自治も契約書もありますんでね、これもまあ、欲しいっちゃ欲しい、だいぶ欲しいんでね、はい、ちょっと狙いたいなと思ってます。はい、まあ、ここでねこの契約書で近本選手出ることを願いたいなと思ってます。はい、まあ、その近本選手のね、能力なんですけども、守備がセンター A、弾道中弾道ミート82、パワー70、走力85と、まあ、非常にね強い選手ですんで、まあ、シリーズ2先ほどもね言いましたけど、僕まだシリーズ2までもう持ってませんので、もうぜひもうラストチャンスですね、阪神の選手のベストナイン&タイトルホルダーはね、ラストチャンスなんでぜひ来てほしいなと思ってます。はい、であと一応坂本選手もね能力出てますね。はい、守備が保守 C、 弾道低弾道ミート55、パワー57、走力66ということですね。はい、そういう感じです。はい、まあ、今回こんな感じですね。別に契約書とか何もないんですけども、まあ、プロスピワーク今日から、1週間のイベント、まあそうですね、エナジーなるべく抑えて、まあ、増やしながら、まあ、パネルかなんかもあると思うんでね、スクラッチかね、あの辺でなんかエナジーとかももらえると思いますんでね、そのあたりでちょっとエナジー増やしながら、きっちり契約書取ってね、できれば近本選手出てほしいなと思ってます。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロード阪神重戦編でした。